月曜の10席立ちバトル、メントヤバーサス厚返しの第1試合の方を始めていきたいと思います。解説は、ではカエルさんとゲンキさんでよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。カエルです。お疲れ様です。ゲンキです。あ、もういきなり始まりますね。もういきなり1試合目始まってますね。はい、じゃあ、1P 側が弁当屋さんの9、2P 側が厚刈りさんの9号ですね。これ、ヤンキーシーンはどっち有利だと思います？僕は両方使えないんですけど、はいはい、なんかイメージ的にはヒューゴーのなんかボディとかが球にめなんかすごい当たりやすいとか、めくりボディがきついとかいう話を聞いたことはあるんですけど、まあだけど僕は両方ちょっとサーブで使うんですけど、球の方が有利な気はします。っていうのはやっぱり PA がすごいできるポイントが多いんですよね。なんか PA 見てからヒューゴーも PA ってできないんですよ。まあ、やってもいいんじゃないですか。でも好きが全然違うので大都市に食らうかもしれない。食らうじゃないですか。なるほど。 PA 見てからだとどうしたったら書けないかもしれないけど、見てから PA した気を出して大都市に食りそうな気はします。じゃあ一方的にヒューゴーが ああいう感じになるってことですね。そうです、まあ、読んどけば EX ラビアと、だけど EX ラビアともマックス距離が画面の7割ぐらいなんですよ。はいはい、だって端々だったら確定しちゃう。届かないです。じゃあなるべく距離を離さないように戦いたいってことになる。ヒューゴーはそうですね、常にこうじわりじわり歩いて、なんでそうするとこういうのが当たるんですね。前歩き、後ろに下がるかと見せかけて前に攻撃みたいな球のもあって、で対空もですね、まあ、ボディきついんですけど、はい、まあ、めくりに対しては逃げ大都市に逃げられて、はい、で表に対しては球間もいろいろやり終わるので、そうですね、表はまあブロールか捕獲を置くとかなんかいろいろ、そうですね、で内野手とかも強いんで、ちょっと前かな、はい、はい、まあ確かにそうです、あまり聞こえない方がいいですね。さあ、いきなりこれはですね、着地に確定しましたね。ブロッキングからギガス1本目は厚刈りさんのヒューゴですね。これ面白いのは厚刈りさんはヒューゴ有利だと思います。あ、なるほど、自分で有利だと思います。いいです、甘えてなくていいです。そうですね、プレイヤー、サードプレイヤーは基本的に自分のキャラクターが不利だと思います。あの差の対戦を伝え、プレイヤーの6番だと言いますか。そうですね。これあれですよね、まあ、EX ビンタとかだったらまあ PA 確定するし、おお、すごい当たり方しましたけど、分割されてる。そうだった、うん、あれ分割されてない。なんかユンヤンとかになんかああいう当たり方するの見たことあるんですか。いろんなキャラにありました。初めて見ました。ありがとうございます。このラウンドは弁当屋さんが有利な感じになりそうです。あれですね、ヒューゴが追っかけなきゃいけなくなるときついですね。2回 B に対してギガスなんですけれども、これ B 決まってるので今これ負けないんですよね。3割いかないぐらいでしたね。これ SA もヒューゴ側、ヒューゴ側両方ともですね、はい、どっちとも使える、どっちともっていうのはハンマーとギガスですし、連続とも含む両方ともありだと思います。先ほど言っていたその PA に対してハンマーマウンテンっていうのはどうなんですか。ハンマーマウンテンだとその抑止力になります。ただし一本溜まってないといけないので、ちょっとここまでの抑止力で1ラウンド目とかはやっぱりやられちゃう。そうですね、まあ、でもなんかギガスもやっぱ2回やったらさっきみたいに確定するみたいなので、はい、まあ、まあでもあの辺ですからね。まあ、そうですね、まあ、ハンマーもそれは一緒なんですけど、ハンマーの場合は押し攻め付きだし、スタンも狙える、スタンすると、さすがの硬くなったヒューゴももうワンセットループも入るんですけど、いいダメージの場合はあれですね、なんか先ほどから最初にリード取ったらかなり、ね、楽っていう、なんか結構分かりやすいことなんですね。そうですね、じゃあこの体力になっちゃうと、まあ PA しても、まあ、ほんまにヒューゴ側はこうなるんですよ。逆の展開になっちゃうと追わなきゃいけなくなる、ね、追い払われてもう一回 PA 食らって終わりみたいな。いかに最初の体力がある状態で、まあ、球側が離れながらダメージ取れるか、 PA を餌にして
いや、するぞするぞっていう風に見せて押させて、投げちゃう。これお互いそうそうね、あ、ジャンバみたいに押しに逃げるとあの打撃が始まる。じゃあ、あんまりこう飛ぶっておいしくないですか。これ立ち瞬間とかどうなんですか。これですか。9本立ち瞬間、はい、まあ、使う点では使えますけども、突進とかも止めてくれそうな、まあ、そんなに復活できる技じゃないので、はい、あの弓矢とかの立ち場みたいに突進止めにはならない。5番ですね、突進止めるの。あ、なるほど。あの、全く同じ展開になりません、ね、そうですね。で、これをどうにかするんですかね。これが強い。これ9はダメージだ。これ何としたい。これ何としたい。9は逆側に行きたい。逃げたい、逃げたい。今のはつなぎを見せましたね。今ちょっとジャンプ高かったですね。あ、なるほど。もう少し高くなってれば膝突進。すごいヒーローが走っていますね。これまた距離詰まりましたね。ここから逃げれるか。あ、これ今ダッシュに当たったんですかね。うまい、よく見てますね。さあ、これあ、女は残り1秒でしたね。すごい試合でしたね。激戦、これで1対1ですね。弁当屋さん、これ大きいですね。これ先ほどの厚刈さんがあのダッシュで攻めてきたんで、はい、弁当屋さんが動画見てるんで、そうです。だから年齢にボディをブロって、ブロられて、中でブロられてるんで、それが連鎖待ってるんで、ブロられ含むもあるんですよ。で、上を見てるし、これ多分前から何回も、まあ、まず先にボディを見せて上を意識させてからダッシュを見るんですね。で、あの連続だと、まあ、あの地上戦強くなって、複数だと、まあ、対空も強くなるんですよ。そうですね、もう対空ワンブロックルー、そうです、ワンブロックルーが見られると。なんかもう少しこのビンタが機能するのかと思ったけど、なんかボディに行くのが分かります。ああ、そうですね。で、あいつも落ち込む。あ、でもビールをかけた。いや、法的に負けてます。負けてますね。はい。ビンタータイプはちょっと難しい。これは何ですか。ああ、SD 変えてますね。まあ、変えてますね。この10月で途中から変えるっていうのもなかなか面白いですね。そうですね、あんまりないんですけど、まあでも先ほど言ったようにこの対戦に限っては、はい、結構ね、どっちもありというか、どっちもありですね。お互いどっちもありです。これによってどういう風に変わるんですか。アンパーになったことによってゲージがある時はもちろん PAC になって、で、ボディも今まではある程度食らえたんです、はい、ボディだけだ、ハンパーカードで、ハンパーはそこまで痛くないだけど、これでボディ食らうとハンパーまで全部良くなりましたので、まあ、ちょっと食らいやすい。そうしたらハンパーの方が良くないですか。そうですね、ボディがその相性がいい以上ハンマーの方が使ってる人は多い気がします。英語使いにしよう。さあ、ふがりさんがここは取って2対1とリーチ。SA の変更に対して弁当屋さんがどれくらい、ね、対応できるか。そうです、ちょっと今のラウンドも要所要所のハンマーを食らってしまったのも響いてますね。ギガスだと、あと少しギガスとかですね、その黒を狙いに行くと、9ジャンプが遅い。ボディを黒に行くか、100ジャンプが遅いか。ジャンプが遅いか。そうです。飛び上がりが遅いので。なるほど。少しギガスが遅い。やっぱこれ、めくるときは、きついっちゃきついな。まあ、黒がいい。あ、若干置いてますね、先ほど。あ、そうです。ライオさんの解説であった。あまりいい解説。いい感じで、なるべく使いをどう思いますか。まあ、シーズンですけど、あ、そうですね。なんかハンマーになってから急に、そういう、なんか、まあ、市場の。わ、ナイパンプ。結構スパッチありますね。長いですね、市場。
あんまり見ないんで、そう、ヒューゴヒューゴぐらいでしか見ない大パンツ。さ、中段の大剣。あ、結構早いですね。まあ、画面でモニターで見てるからかもしれないですけど。中段の部分。確かに。あまりね、実践で、これにするか、はい、これにするか、反応できることも分かってるんですけど。この感じどうなんですか、中盤で。そうそう。あれはヒューマンの精度高いから、多分当たる。そうですね。なんか、前に歩いてくるのに、うん。都心でももうちょっと違うので、都心だけして、前中盤。なるほど。ジャンプライパン膝突進がその膝からつながり、そのジャンプライパン膝っていうのがつながってないんですけど、それはまあね、ちょっとあれなんですよ、シュートがあるから高めに打ちたいんですよね、ヒューゴの飛び込み。そうですね、しかもヒューゴがでかいだけに、もう今中盤に合わせました、見てから打ちましたね。そうですね、ケグリンのカルファチューファンかもしれない。ハンマーファンって確かあれですよね、あの無敵。あ、ボタン離すまで無敵でしたね。ボタンはめてたら、あのお尻にして、歩いたら無敵がすぐなくなるので、はい、小技で止められるんですけども、普通の話の場合は、あの攻撃発生が無敵になるので、無敵は無敵になるので、無敵は無敵になるので、攻撃発生しても無敵になるので長いです。腹部とタッチアップはどうなるんですか？ハンマーが無敵。確か連続が確か無敵がいいです。一番長いですよ、ね。あ、連続変わりましたね。大きなコンボを抜けられました。連続が。コンボを光ったところで連続するのは無敵で抜けて、くらい連続が無敵になる。そうですよね。確か SA 対 SA はほぼ最強クラスだったから。そうです。なので、これはアトミカにハンマーに対して連続が抜けました。あ、これ見てからもないでしょうか。ベントガさんの SA も連続が抜けました。連続対ハンマー。あれさあ、ハンマーマンさん。すごいですね。ジャンプショーキックで裏に行きました。これあるんですかね、そこまでわかんないですけど、その相手に対してどっちの SA みたいなのもあるんですか。その先ほど選んでいた、その腹部に対しては、腹部に対しては、ギガスに対しては腹部で、ハンマーに対しては連続に、後からベタと変えたので、ひょっとしたらその相性があるのかもしれません。かもしれないですね。ちょっとよくわかんない。そう、ここまでは僕はわからないですけど、でも、なんとなくこういう気がしますね。ちょっと考えたら、なんか2月だと腹部で、あんまり連続なのかなって。2月に対しては体育を目にして、でこれ地上戦に対してこっちの地上戦の連動策。そうですね、なんかそんな気にしてきましたね。結構地上の技も強いので、そうですね。あんまり急その地上の強い技がないんで、突進があるんですけど、突進あんまり速い技じゃないので、ああそう。まあ今の面白いね。見てから見てます。DX とかにかハンマーのどっちかを両方持ってます。そうです。なかなか DX。これはお互い圏内、決戦圏内ですね。そうですね、時間との戦いです。先ほどはここからベンタさんがまくったんですが、さあ、スカイさんがリードを広げて4対1ですよね。アスガリさん4に対してベンタさん1。アスガリさんはあれですね、ハンマーマウンテンにしてからいい動き、いい動きというか相手に対してアドバンテージとこれ。ハンマーをね、しっかり前から中盤とかベントピン合わせて、ああでもあれをやるとあれですね、結構その地上がきつくなるというか、なんか9対9みたいな、9対9あーそういう組み合わせですよね。相手の突進とかその技見てからベントピンを打つみたいな。9対9よりもその9号の方がそのなんか飛びが強いというか、はい、気持ちよくて、で普通のなんですかね、PA にも反撃できるので、なんかそしたら9号有利な気がしないっていうのがいいですね。どうなんですかね。まあまあいろいろ細かいところがあると思うんですけど、 PA 下ではさすがに見えますね。はい、私からこういうチーム
プリで今のはうわぁ、お見事のそうですね、その距離をちょっと低めでちゃんと当ててるんで、ね、リード取るか。そうですね、9号は多少楽、9号は引かなければならない。でもなんかさっき結構中盤とかを見せてたんですが、それに対してアスカリさんがナバーハンマーを打ってたんで、結構その追い払うのが難しかったんです。プレッシャーかかってますね、地上かなり。ずんずん歩いてきて、これまたすぐ画面欲しい。本当は行く前に追い払いたいはずなんです。まあ、難しかな。また声とお金壊しちゃうんですよ。こうなりますよね。そうですね。ちょっとフェイント入れてますね、ここは。怪しい体勢だったんですよね。あ、俺は多分漏れてしまった。連続かもしれないですね。さあ、スカッシュ壊してたのか。プレス化してさあ、スカリさんが取ったので、交代ですね、5対1。東屋さんはちょっと今のは痛い星を落としたんですが、そうですね、勝ちたかったところ、ちょっと差が開いてしまって、なんとかまくりたいイベントですね。まだそうですね、まだハンマーの差が一度も勝ってないので、4連勝で、ね、リードを取ったのでね、一回止めてこうハンマーに対するこの彼たちちょっと落ち着きたいですね。コントロとまた落ち着けると今の距離で確定してないかな。PA の効果確定してなさそうな。はい、PA の効果は今のやったりしてるんですか。あ、じゃあ今のままにやってるから結構頑張ればなんか決められそうだよ。いや、9-5で確定前に飛びるのはそのまま難しいの。先読みのレベル足ついたのがいいか。そうですね、足ドンってして、まあ、ゲージが存在してくれるんですけど、なんか手がムーンってやった時ではないんです。そうです。さあ、これはこんくらいなんかやっと弁当屋さんのなんかフェイントが生きてきましたね。なんかだんだんと的を絞らせない。なんか10先ならではの前半戦に巻いた餌がやっとすごいですね、今ダイヤスチコンブロケットビッタが回復になるかなと思いつつ、やっぱりボディーがきつくてほとんど打てないんでね。早出しぐらいですね、引っかかりに。そうですね、飛び止めで早出しぐらいで引っかかりぐらいで、ビッタってガードしちゃうと全然ハンマーが入らない。ハンマーは入らないと思います。ハンマーは赤ポイントをしなきゃいけない。そうです、大物が前出しでしたね。まあ、飛びを見てるのでそういうね、裏切った行動をしていく。これで、ね、また悲しい空と見せかけて、またこれですね。離した瞬間を大事にしたこのボディ、前に引っ張ってるとなかなかそのボディに対してもきつくなる。あ、しっかり着地を着地かかってました。下がりすぎず、下がりすぎちゃうと、スカラマシなんだよ。これはしっかり落ち着いてくる。キューゴがもう、いろいろキューゴの対決する時に早出しボディやるしかなくなって、で早出しボディを見てからブロが、間に合うと。なるほど。お前のお互い読み合いが難しい。ああ、ベッド屋さんがこうやって取り返して、そうですね、ここからまくりたいところです。今のうちに星を稼ぎたいところですね。追い込まれるとなかなか苦しくなるので、重要そうですよね。あ、これは、お互いまた変わりました。何事もなかったかのように2人とも変わりましたね。何なんですか。息を合わせたから。あと今ちょっと見てなかったけど、どっちかが後合わせしたの、合ってたのかな、分かんない。どっちが先に決めたか見てなかったって。確かに、いい見てみたら、そうです、ちょっと確認してみて。今2位とスラッシャーに年
年が5年でした。年は出るまでが、はい、結構ゴリラで出るまで毎日出るので、それゆえに近い周りの中盤をしてきた。中盤というのはユリアとかゴリラの手が出ないですね。ダントリとかの中盤目の前で振られてくるに対してサブッパンスですか。今のはなコンボですか。いや、ヒットなので、ぶっ放すのは見事ヒットということで、ね、そういう応援にも相手準備していくと、あとあと効いてきますから。でも今いきなり一発目打った女性に対してしっかり前も入ってましたね。アルキーだけだとダメなんだけど、アルキーだから前ブロ入れるって結構難しいですけど、ちゃんと波動アルキーにしてますね。この走りをどこさばくかなんですが、今先ほどはなんか私たち敗者って発生できるように見えるんですけど、まあ、前は小技関係上投げやすい、投げやすい、2回やっても敗者になるから結構ある。ただ何回も出てるようだとしたら、おそらく狙って出してるのか、もうしっかり習得してるのか。あの今、まあ、この組でしたね、今の杉山さん、杉山ネクロ、こんばんは。こんばんは。これ多分本物です。そうっすね、杉山さん。含む2回確定も欲しいよ。こんな、こうなると大きいですね、前半。ドバって、ゲームドバって。そうですね、内容があるんじゃない。まだ一球が楽になりますね。しかし、同源して、まだ2月があるので。まあ、2月でも全然。3割いるんですね。3割いるんで、終わりで。ちゃんとあれですね、着地に技かけらしてますね。うまいっすね、うまい。反撃がすごい的確なので、これ珍しいミスもないです。さあ、吹っ飛ばして、まあ、弁当屋さん2連勝、3対5を追い上げてきました。かなりいい感じになってきましたね。ちょっと SA 選択を見てみましょうか。どっちも、あー、今ちょっと情報が、弁当屋さんは出殺が強い、後半に強い。あ、これあれですか、修正能力か。これどっちか悪い。球が上がったのは後押ししてくる。なるほど。球が上がったのは後押しして、なんとメガトン。これはちょっと予想してなかったか。なってないわ。えあれ用意してなかったぜ。球が上がりました。今回すごいですね。SCがいろいろ増えました。別にメガトンに対して爆発ではない。爆発ではないみたいな。あ、今のも多分今、あれですよ、配信キャンセルターンみたいに見えるんですよ。あ、動きが。あの、配信キャンセルの時って、一瞬しゃがんでフッってなるじゃないですか。はいはい。あれなんですよね、あの、さっきから。配信キャンセルターンも相当強いです。目の前で大パーンと激しく当てられますから。やってるっぽいです。後で聞いてみます。そうです。終わったんですよ。聞いてみます。メガトンはもちろん対空で強いっていうのプラス、ウルトラスルーか、ウルトラスルーのダメージがアップする。ウルトラスルー、パチン、キャンセル、どうだったかな、中の方がいいのかな。なるほど。スタンチはパチンやった方がいいけど、ダメージ的には生ウルトラの方が確かに。かっこいいっすか。そういうこと、そういうこと。好きってないんですか。いや、そこそこありますよ。今のはちょっと、メントレさんがびっくりしたんで、まあでも、ショーだったら、大だったら、っていう、その、小中大の対応が、ね、ミスがなんか、スタッカーになると思ったんですけど、そっかー、そっかー、こっちが CM が高いですから、ね、さあ、これは、ふざけんないと、ポパンと止めてもらったしな。ファンクラビンター、そうですね、ウルビンターもヒューも背が高いんで勝ちにも当たる、そういう使い方もできますね。しゃがみに、あ、しゃがみにも当たる、しゃがみ、まあ当たると思うんですけど、それは両方の使い手じゃないと勝ちが当たる方が、あれが一番結構気軽に、まあ、ファンクラビンターにそうですね、特にギガスだったら、ハンマーとかだったら、ちょっと離れたら、ちょっと右から出されるんですけど、ギガスだったら、そこまでちゃんと対応しないと、痛いお修復が、そのままできないんじゃないかな。さあ、これは簡単に。
さすがにハンマーマウンテンに戻ったそうですね、ハンマー出しはやっぱり連勝してるあ、やっぱ急側が後出しあ、今確定しましたねこの距離での垂直ジャンプが結構さっきからいやらしいですよね本当に浮き出さないって感じですね少しやらないでもうまいことちゃんと逃げましたねまた今回体力同じくらいだよ。そして、すごい。あら、どうなるこれは。うますぎる。多分確定ですよ。多分。SA とかやればまあ大丈夫今の中足でしたよ中足じゃないですかえ中だったら消します中足だったらやじれででも紹介できますし多分確定しないと思います中だったって多分確定するんじゃないかなって僕には見えましたまだ壊しと違うし壊しはほとんど一緒なのさすがに分かんない踊りが違うんですよねはいクロットの時に分かってしたまあ他でだったんで、はい、まあ多分入れ込んでたまあ他で来る前に戻ってなかったけどもうちょっと戻ってはいはいはいその球側が なんか選べないというかあまあ球側はそうですあ判断はできるあやっぱ早いですね同期壊しでとタッチ OK で止めて捕獲さすがに減りますねそうですね、キューバーのメインダメージ苦しい、行かなきゃいけないキューそうですね、キューバーの方で行かないといけないこのパンカレ、キューのダッシュから他をこれはダッシュそうですね、もうキューバーどっちが、どっちの S レがこれはどっちともかうわあと前ダッシュ中キック人も削れるタイプよって熱いですねでもどっちとも後出しで勝てるんじゃないでも連発も後出しハンマーだったら勝てると思う連発が32分ハンマーも相当長いですよ相当長いですよねハンマーも連陣抜けますよ腕切りお互いの SA とかで腕切りで連陣を抜けれますから選手権やったらまあお互いかなり上位で上位9が一番なら間違いないレートが一番間違いないあいたのはすごい良いですねあ、熱いよ来ましたねこういう体操が伸びるお店弁当屋さんあれですねかなり学習してるというか相手の癖をちょっと修正してますね自分の動きを自分の動き5対1からもう5号まで追い上げてもらいましょう小田さんが対応してきたそれに対して逆に今度アスカリさんがどう対応し返せるかとか弱突進弱突進はね先ほどから結構アスカリさんが5番とかで止めてたんですよ、はい、今みたいな感じまあでも5番だと結局止められてもいいやん止められても5番出しっていうことになっちゃうさあ目まぐるしく SA が変わってますからこのハンマー対比がやっぱりそうなんですねハンマーの対比がすみたいしワンブロー2だワンブロー1回かなっていうそれでも硬いですね4割、5割じゃんついにここあ、ここの中口もやっぱ分かんないですねああ今すかしよく反応しましたねああまあもううまいですでも突進と中盤がね両対応難しいんじゃないなるほどそして着地にしっかりワンブロムーンですねあーっと今からもうあっと高いあれはムリーズまで中盤にはこれどうなんですかバン飛び込み弁当屋がまくって6さあ怒涛の5連勝
6対5ですね。そうです、弁当屋さんが5連勝、1から、6まで追い上げました。そうですね、お互いなんかそのミスらしいミスはなく、そうですね、いい、もうちゃんと相手を合わせてお互いで、見てる感じだと弁当屋さんの対応がうまく今のところ同じ回ってる感じ。なんか明日さんも悪い感じ、悪い感じとか、何が悪いとは言ってないですけど、毎回接戦でギリギリのベンダーさんを持っていってるような気がします。ちょっと流れがあったなぐらいで、僕はやっぱ結構いい勝負なのかもしれないですけど、いい勝負はいい勝負だと思います。おっと、かっこいい。僕はもう、さあもう狙う、さあ、スター構成なのか、ちょっと怖かったですけどね。まあそうですね、でも含む一発が入るんで、まあまだ、あ、ユンボならさすがに耐えますね。ユンボから7割ぐらい、うん、さあ、ワンブロ、下ブロ、あ、苦い、下ブロ、もう勝てっすよ。 G のとこぐらいまで下ブロ4割ぐらいですね。あ、でも俺一番入れなかったね。俺入れて、まあ4割ぐらいですね。また足をしっかり投げて、このままだとお互いゲージマックスで、お互い下がちょっと飛びが入って、ちょっと投げ暴れて、ちょっと大きいのを巻くために狙いに行ったのをついて、はい、走ってきましたね、今いきなり。弁当屋さん、あれですね、かなり読み合ってきましたね。うん、あ、中継、中継ロギーとして繋がってますね。ジャンプ中継からピン中継を繋がってます。でも難しそうですよね。難しそうです。中攻撃の中の中の手取りを。さあ、それでもまだネガスがある。そうですよね、ガメだし。おー、どう逃げれるかですね。あ、すごい。うわ、すごい。シュートを出すか出さないかというのがすごい余裕があるので、ダメなんで、ここは進んでて、シュートを出す。さあ、ガエージャーたまったか、ダメ出していいね、シュートを。これは見ないか。あ、今、ワンステップっぽいな。うわー、これはどうだ、まだ、これ、あ、中足、しかもリバーサルなんか出してましたね、もしかしたら回す。そうですね、あそこでリバーサーはちょっと粒が匂いましたね。かもしれないですね。まあでもな、何がともあれ、アスカリさんが取り返し6対6ですね。熱いですね、今のアスカリさん。これは熱いですね。大接戦です。今のは大きいですね、精神的に。5対7になっちゃうと厳しいもので、しかも5連勝中のベンダーさん止めましたからね。この流れがついに止まったので、さあ、第3発で8割第1発の大事です。今のマシか。さあ、ブーが何かその、大パンでブーンするとあれですね、ミスった時に何か逆に痛く、逆に痛くみたいな、そういうのサスカッチみたいな処理をするとこっちがダメージ食らっちゃうっていうプレッシャーになります。しかもあの球がでかすぎて当たるっていう、はいはい、で飛びかかりに当たる、なんか面白い感じですね。アレックスのラリアットなんで、あー確かに、あ、ここは出てしまった。さあ、これみんなやっそりますね。中継風だったんですが、ジャンプ中継ですね。ゲージを吐いてしまった強攻側と反撃がやっそり、しかしこれ一覧でも取ってるので、ね、あ、もうゲージ終わりました。このやっぱこれあれですね、ゲージすごいですね。そう、ワンブロギガス、さあ、スカイさんが7、先ほど止めてから、止めてから今度はスカイさん2連勝、5対7。いや、お互いあれですね、ちゃんとブロってから持ってきとかしっかりしてますね。そうですね、最近ではあんまり見ることないこの2キャラなんですが、
確かにあまりこの対戦を見る機会少ないですね。こういうレベルの高い強対戦が見えて楽しいですね。あ、しっかりだ。さすがに PS じゃないと減りますね。 PS じゃないとなんか低いですね。いや、普通よりちょっとあるんだよ。あ、それも普通よりちょっとあるんだ。あーでも確かに確かに毎回これは確定しちゃうんだよ。そう、空中ミットはさ、しかしイガスのゲージもたまりそう。あっと、しかし歩いてるけど、進んで進んで、うん、ここで飛ばせて、なんかシュートみたいな、なんかそうですね、もうプレッシャーがうまくかかりましたね。歩いてかけてますね。そうですね、安易に前飛びボディじゃない、じわりじわり。松林さんもプレッシャーのかけ方を変えてきましたね。先ほどそのまあボディというか表から結構いってて、そう、うまいな。今のは何ですか、前ブロー部分だ。ちょっとあれですよね、なんか変な動きしましたね。マスカリさんがなんか桜川結構林テクニックをやってるっぽいですよね。終わったら聞いてみたいです。あー、これはお互い圏内ではないですね、まだ。あー、そうだ、ダッシュギガス、これダッシュが噛み合ったわ。これは知りますね、さすがに。いやー、マスカリさん、ダッシュ流れを取り戻してきましたね。これはちょっとでかいリードが8対6。ここで粘れるかどうかですね。そうですね、9人いっちゃうと精神的にやばいので、リーチかかる前に頑張る。何としてもそうですね、せめて1本できれば2番も取ってリーチかかる前に追いつきたいですね。きた、アフスガリさんは上着を抜きましたね。アフスガリですね。あ、そうなんですか。はい、これロシヒカリさん苦笑いです。気合を、あの、気を引き締め直して、そうですね、ここ勝ったらかなり楽だぞっていう。確かに、ここはもう勝負どころで3人で来いですね。ロシヒカリさんを笑わせました、ありがとうございます。まあ、空中ヒット、これは美味しい、気が強くて序盤の2発はでかいですね。3発と完全体のこれもそうです。このラウンドだいぶ目覚めいいですよ。これは苦しい。生もろともってなかった。なんかまあ原始的になってるし、いいやみたいな。そんな感じです。まあ終わることで9割8割ほどぐらいと思って、最初にやっぱ入っちゃうと相当苦しいです。でクソ考えると迂闊に飛べないですよね。そうなんですよ、飛びに、まあその飛ぶにしても深いところで飛ばないと浅いジャックシーとかになっちゃうと。さあ、先ほどと打って変わってコピー前にでかいダメージ取れるとヒルバもだいぶ楽です。ここの画面足ですね。あそこのボディがまた厳しい。あー、うまい。さあ、ヒットを繋がって、ちょっと投げ早かった。今のは今のはここ読み合ってますね。おっと、今中断が出てましたね。箱今もすぐみたいな。どうなる。あっと、これは入る。1球目が入って、アスカリさんも思わず突き出しましたね。さあ取り返して、先ほど言った通り踏みとどまりました。リーチがかかる前に8対7。熱いですね、これは。まあ、追いつけるのか、ベンチさん。ただ、アスカリさんとしてはまだ1本リードしたいので、まだ慌てる時間がないと。そうです。メントラさんはまだ2時間しないとはいえ、ここは頑張りたいですね。体力を見えばいいな。これはちょっと動きが激しくなってるか。あ、いいな、この画面としてね。あ、そうですね、設定ですね。スイジャンで設定を入れてボディー壊しいからやるうまいですね。いいプレッシャーかかってますね。でお互いゲージちょっとマックスで2番目、ね、プラスジャック台系が結構
タイプしづらそうです。あれはタイプ難しいですよ。さあ、1回今のは心の隙間でしたね。スイジャーの距離で接触しちゃうと確定する。これ確定の今でよく反応しましたね。結構難しそうなんですが、いいねから。まあでも回すべきじゃないですか。もう捕まれたら捕まれてるんで、回すべきしっかり回した。さあ、グロープ、中継で体力、あ、じゃあゲージも同じくらいで、3本ですね。1ラウンド目みたいな感じになりましたね。ライパン、これはどこでも、ほとんどどこでも届きそうだけど、ちょっと前に歩いてれば画面半分くらい。そうでもないですよ。そうでもない。これはあって、あーっと今ちゃんとダッシュで、ここを回す勝負しましたね。クブ話がかなり先ほどからリトリスが、しかしまだギガスがあるので、あー、あれギガスが出なかった。オープンギガスになっていたのか。あれもまだ諦めることないですね。ゲージもあるので全然あります。おっと、あー、お互いまだ気がするんで、あー、物にエクタリアとシッターがしゃがんでて当たんなかった。まくりま、まあ、追いつきましたね。8対8。これどうなるか分からないですよ。負けたらリーチがかかるっていうところで、ぶっ放してくるこのベント屋さんの心境ですね。ジュース先も佳境に入ってまいりました。どっちもリーチを得ると、ね、これ勝った方がリーチですね。そうです。怪しいピッターがまず止まって、少し今中盤の時出されたのを見てからもう一回大パンで、しっかり鈴谷さんの PA 対する処理はうまいですね。先ほどからほんとほとんど完璧にダメージを取ってるので、本当に楽にさせたいですよね。あそこしっかりやらないと動画がすごい楽になる。だからこれはスイージャンから、まあ、2回なのでそこも入れる。硬い硬いですね。硬い、でもそこも入れます。2回なのでさあ、これはやらないと直前。先ほどからね、結構ぶっ放されてたんで、結構慎重にいくかと思いきや、素直にいきましたね。まずい中盤を当てました。あの方は結構カラジャクムーンがどうなってるんですか。さあ、お互い開幕直球という意味で、そこで怪しい、そこ飛んでるか。さあ、しっかり確定のジャンプ台形。これは暑いですよ。3ラウンドからお互いのゲージが回りきってないと、ここからの3ラウンド目です。先ほどから勇気の下プロモーターさえまた弁当屋さんの中の勝負強さというか、うん、意志が強いですね。そうですね、なんか負けねえぞって気持ちを感じますね。やっぱり空中ヒット美味しい。2回 PA これでかいぞ。しかもゲージが溜まった。しかし画面端、お疲れ様、逃がしたくないですね。ほら、フィンチの3発対、これで完全体。しかも体力がもうまだ残っている。完全体が、さあ、大きくリード。さあ、しゃがみ台下行く。これもう対空かなり強い。そうですね、まあ1回当たれば勝ちだったので、かなり余裕を持っての怪しいですね。先にリーチの弁当屋さん、あそこ86でしたか。ここから3連勝、86から3連勝。弁当屋さん1回勝つ取ると連勝する流れを持ってくる力がある。しかし、アスカルさんがこれ詰めるとまた分かんない、こっちの流れなんか分かんないみたいな。もう負けられない、アスカルさん。そうですね、弁当屋さんリーチです。9、アスカルさん8で締めてたし、まあ、BMI の分は減る。そう、大パン、まあ、BMI で画面端ですね。まあ、これでまた SD がチェンジしてます。まあ、またいいね。これ、しっかり大これもガードしている。そうですね、先ほどからこのタイミングでこれがちょっと多かったので、今回は警戒しましたね。
をガードしてブルーで雨がビスッと残るじゃないですか。そこしっかり当てるウルトラスルーうまいです。冷静ですね。ガードのブルーが結構ハンマーにかけたり、はい、出なかったりするとなんか7分の1の確率で、ね、あの一周レバー7個じゃないですか。レバー5個入れないと出ないのもあるんです。タイマーとかウルトラにしたしてあの手をしっかり通せてうまい冷静ですね。さあお互い体力を回すくらいでまだフィゲしてないからね。さあ追い詰める追い詰める。しかしにうまいともくぐり抜けましたね。リーチリーチかけました弁当屋さん。そう高いゲージはマックスですね。マックスだと、まあ、ヒューゴ側がハンマーで、ね、そうですね、ショーゴ側を止められるから間に合うと思うな。3回刺してしまったこれはが体力が毎日の方がしっかり2回ぐらいを消費したのである程度減らしてはいます。勝てしゃがみぐらいかなりリードが、まだあー、疲れさえいけるのか。うわぁ、ハイパニックスだね。おっと、うぅ、落ちてきた。さあ、これ当たる当たる。どうせ、クリちゃんだ。さあ、どっち。あ、そこだ、まだ残るだけ。今のはかなり絶望的な状況だったんですが、お母さんやりますね。今のはしぶとい。お互い根性値が高いですね。まあ泣いても笑ってもラスト1試合9対9ですから勝った方が勝利です。これは熱い展開ですね。さあ最後に選んだ SA はハンマーレコードですね。さあ2回少し投げが、さあドロップキックのここで再び、さあスタッチが止まっている。ドロップキック全通りですね。あれはどこですかね。ハンドリーチじゃないんですよ。まあそのなんだろう、シャークなんで立たなきゃいけないもん。うまいレインドットに対してハンマー外れましたが一気に押し込んでリーチ。熱いな、ガリさん、リーチ。しかし、ベッドはそこゲージがある。ここは、あら、お見合いがあるついに、ついに、ヒカリさんが。リバーサルハンマーをバランスと。うわ、マエチオンが、自らハンマー。さあ、どうだ、これは。まだ諦めていない。9号は固くなれないので、まあ、PA しなきゃですけど、まあ、ページが同じもの同じマックスだ。いけたんぞ。しかし、このスクリーンあった。これも今中継です。さあ、これは冒険だ。おおおお熱い。見事な10対9で厚刈さんが勝利ですね。じゃあまずはい、お疲れ様でした。じゃあ負けてしまった弁当屋くんからですね、はい、一言お母さんの方お願いします。大変疲れました。そうだね、まあ50分近く対戦してましたからね、今すごい長かったですけど、まあけど見てる人も面白かったんじゃないですかね。いい、かなりいい試合だったと思います。はい、私全部出したのでもうとりあえず、はい、また努力したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ勝ちました厚刈さん、はい、お疲れ様です。 ありがとうございます。序盤ね結構リードして、その後